カムロです。これを女性に言えるとマジでモテる。そんなフレーズや褒め言葉、コミュニケーション術をこの動画ではお渡ししていきます。実際に僕自身もめちゃくちゃ使っていますが、バリバリ食いつき上がるし、恋愛対象に一気に入っていけるし、感情を揺さぶることができる。なので、本当は教えたくないです。ただ、このチャンネルを見てくれている人には、たとえライバルだったとしても後悔していくので、ここで手に入れて、その他大勢の男性と圧倒的な差をつけて、女の子を落としていってもらえればと思います。というわけで今回はとっておきのフレーズトーク術を8つお渡ししていくので、実際に使うアウトプットを想定しながら吸収していってもらえればと思います。それでは早速見ていきましょう。まずは前提から、そもそも女性を口説き落としていくときに、恋愛関係、男女の関係へと進めていくとき、超大事なことの一つで、このチャンネルでもよく言っていることがあります。それが、行為は明示ではなく暗示。よく言っているのでさらっといきますが、この裏にある意味としては、まず人は自分に好意を向けてくれた人に対して、意識レベルでも無意識レベルでも心理レベルでも好意を抱くようになる性質があります。しかもこれは人が意識しているよりも圧倒的に強力に働いている、いわゆる好意の偏方性というやつですね。そのためこちらが相手に対して好意を暗に示すことが重要であると。そしてなぜ明示ではなく暗示なのかというと、人が最も魅力を感じ惹かれてしまう水準がその根拠にあります。ではその水準というのは、私のこと好きなのか、いや違うか、どっちという不確実性がある水準。好意を暗に示すことは、まさにこの不確実性がある好きなの、違うの、どっちなのの水準を叶えるためポイントとなっているわけです。他にも好意の暗示が重要であり効果的である理由はいろいろありますが、ひとまずここでは、好意の暗示は対女性恋愛においてめちゃくちゃ重要であると頭に置いておいてもらえればと思います。そして前提に、これは言うまでもなくですが、褒めは最強の武器です。褒めを制する者は好意を制すると言っても過言ではない。褒めをさせると承認欲求を強烈に刺激することもできるし、感情を揺さぶることも、キュンとさせることも、心をつかむこともできる。20代から40代の女性343人を対象に行われた調査では、約 80% もの人が褒められたことがきっかけで恋に落ちたことがあると回答しているというデータもあるくらい。下手な褒め方だとむしろ逆効果、大きなマイナスになることもあるのが褒めという代物ですが、うまく使えて女心に刺すことができると女性を落とすのは一気にイージーになる。実際にモテる男ほど女の子を褒めるのがうまいですよね。ではでは、この2つの前提を置いた上でここから本題に入っていきます。冒頭で話した通り、本当は教えたくないレベルの、これを女性に言えるとマジでモテるフレーズトーク術を8つお渡ししていきます。ちなみに LINE の追加特典の中でも、女心に刺しまくれコミュニケーションやアプローチだったり、これらの特典の全配布、対女性恋愛の全てを詰め込んだ講座などなど、有料級のコンテンツもどんどん配信しているので、まだの方は概要欄かコメント欄から追加してもらえればと思います。というわけで、それでは早速見ていきましょう。それでは1つ目、感想。これは超簡単だけどしっかり刺さるもので、要は感想を伝えればいいと。例えば、めっちゃ楽しいとか、〇〇って話しやすい、喜んでくれて俺の方嬉しいわ、などなど、ポジティブな感想をストレートに伝える。逆で考えると分かりやすいですが、女の子から一緒にいると楽しいとか、話しやすいからいっぱい喋っちゃったとか、ただの感想感情を言われるだけでもめちゃくちゃ嬉しくなるし、それって脈ありですかって思っちゃいますよね。まさにそれで、ポジティブな感想をただ単純にストレートに伝えるだけで、相手に対して褒めにもなるし、好意の暗示として相手に刺さっていくわけです。しかも感想というのは一般的客観的なものではなく、個人的主観的なもの、これが褒めではポイントとなります。あなたの顔は鼻筋も通っていて高くて、歯並びも綺麗で、 E ラインも整っており、フェイスラインもしっかり出ていて、余白も少なくバランスも取れていて整った顔です、よりもフォントタイプの方が褒めとして刺さるわけです。医師に言われるなら前者の方が嬉しいですが、プライベートの男女間で言われるなら圧倒的に後者なわけです。
そして俺の感想はまさに後者の個人的主観的なものであるため単純な言葉でも刺さりやすい。さらに感情の開示をできる人はモテるという性質があります。どういうことかというと、感情を開示できるということは拒絶への恐怖がない、拒絶への恐怖がないということは強い自信がある。逆に感情の開示をできないということは弱かったり自信がなかったりするため、自分を隠して安全なところに身を置こうとしていると無意識的に判断されるわけです。で、女性は本能的に強い男や自信がある男といった遺伝子的に優秀そうな男に惹かれるようにできている。そのため拒絶への恐怖を感じさせない感情の開示をできる人がモテるというわけです。実際にモテる人ほどこういう感想をガンガン言えちゃいますよね。逆にヒモテ的な人ほど直接的な感想を褒めもなかなか言えなかったりする。感想を伝えることは超簡単だけど、このように褒め行為の暗示もモテ要素も織り込んでいるというわけです。それでは二つ目、限定褒め。これは単純な褒めというよりいじりの要素が強いものとなります。例えば黙ってれば可愛いよねなんかもまさにこれ。黙っていればと条件を限定した上で可愛いよねの褒め。黙ってればってなんやと。もちろんいじりなのでガチじゃなくノリで、でそれでからかって終わりでもいいし、落としてからあげるって嘘嘘喋ってても可愛いよと褒めてもいいし、こんな感じで料理はうまいよねとか服のセンスだけはいいよねとか、あとは限定ではないけど意外と女子力高いよねとか、意外とモテるよねとか、意外ってなんやねんと。そもそもいじり自体が軽いイチャイチャのものだし、距離や関係性が深まるし、ある種いじる側が上になるという性質があったり、二人で作り上げる笑いでもありますが、そこにさらに褒めが掛け算されて、おこになりながらも褒められている部分は嬉しい。褒めに対して謙遜したり否定したりする必要もないので、褒めとしてもコミュニケーションとしてもめちゃくちゃ使えます。もちろんいじりは関係性が本質であるように、関係性が全然できていなかったり相手が冗談通じないレベルだったりすれば、なんて失礼なの気分が悪いわとなってしまうので、言うまでもなくですが相手と関係性がしっかりこれが成り立つ上で行っていってください。それでは3つ目、そういう子好き。これは褒めというかがっつり好意を売っていくもの。例えば何でもいいけど自分の考えしっかりしてて常識に縛られない的な思考があったらそういう子好きとか、お酒強いに対して強いだったら俺もお酒大好きだから嬉しいわとか、逆に弱いだったら俺もそんな強くないから嬉しいわとか、変わってるってよく言われる子だったらだよね俺なんかわかんないけど変な子がタイプなんだよねとか、要は相手の特徴を抜き出してそういう子好きタイプ同じで嬉しい楽しいなど好意を打っていくと。でこれは結構シンプルバージョンで、単純に好意を伝えるとか異性としての意識とかを示唆していくために打っていく感じです。そしてこれを応用してより相手の感情を動かしたり特別な存在になったりするそういう子好きうちもあります。個人的にはこっちの方がよく使うものです。ではそれはどんな方法かというと、相手にとって無防備なところ、言われ慣れていないところに対してのそういう子好き、要は逆張りの戦略ですね。例えば女の子の料理得意に対してそういう子好きを打っても別に普通だし、多くの男性は料理得意な方が好きなわけです。女の子からしてもそりゃそうだよね状態。ではこの逆張りでは何をするかというと、一般的にそういう子好きを言われない部分に対してそういう子好きを打つということ。例えばその子の変な癖とか理解されづらそうな考え方とか変わった家庭環境とか、マジで何でもいいけど他の人がわざわざそういうとこ好きを言わない部分で、これをやるとどうなるかというと、そもそもこれに限らず逆張り自体がその他大勢の男との差別化になるものであるし、そんなところを好きって言われると思っていなかったという無防備をつくことになり、無防備をつくと人は感情を揺さぶられると。そしてなんだこの人はなんでそんなとこ好きなのと女の子側がこっちに興味を持ってしまうなどなどにつながるわけです。しかもこっちの行為も刺さりながら。で、いずれにせよいつもこのチャンネルでは行為は明示ではなく暗示と言っているように、相手の行動とか特徴とかに対してそういう子好きというのも君が好きという直接ではなく間接になっているので、行為の暗示すなわち間接的に好きという意味でも結構使うものとなっています。
それでは4つ目、チャッタ。これは先ほど挙げた感想の応用みたいなものです。例えば一緒にいたいと思っちゃった、こんなことを普段言わないけど話しやすすぎて言っちゃった、また会いたいと思っちゃったからなどなど。個人的にこのチャッターって結構好きで、ニュアンスの話になるけど理性を超えている感、本心感、自分でも予想外なくらいに感あるから好きです。この感じわかります？キスしてから我慢できなくてしちゃったみたいな。一旦女の子目線で喋ると、我慢できなくてしちゃったって言われると理性とかをもう超えちゃった、溢れ出た求められてる感とか、特に用はないけど声聞きたくなっちゃったというコントロールの範囲を超えて本当にそうなっちゃった感みたいなもんを受け取ったり、シンプルに嬉しかったり可愛いなと思っちゃったりするわけです。あるいはもっと軽いところの、こんなこと普段言わないけど話しやすすぎて言っちゃったとかであれば、話すつもりなかったのについ言っちゃったというので、話しやすすぎてが本当にそうなんだと思えるし、一緒にいたいと思っちゃったと言われちゃったらニュアンスだけど受け入れちゃう可愛さみたいなもんあって、そのまま晩を過ごしちゃうとか。逆で考えて女の子にこんなん言われちゃったら嬉しくなっちゃいますよね。で、男に戻りますが、こんな感じでチャッターだと理性とか計算とかじゃなく本心とか感情本能でそうなっちゃった感とか、ついしちゃったみたいな自分のコントロール外感があるので、相手にとってもある種仕方ないなという言い訳にもなるし、ちょっとした言い回しだけど結構いろんな場面でめちゃくちゃ使えます。しかも理性を超えている感、本心感、自分でも予想外に暗い感といったように、褒めも素直に刺さっていく。そもそも褒めでマイナスになってしまうのは、お世辞感や否定や謙遜しなきゃいけない感があると刺さらないですが、チャッターはそのマイナス要素も消してくれるわけです。それでは3つ目、ズルい。ニュアンス的には割とイチャイチャ系です。例えば可愛い感じとかドキッとすることとか、思わせぶりなこととか言ってきた時にズルいわとか、〇〇ってズルいよなとか、要はそういうの俺の心にめっちゃ刺さってるよとか、可愛すぎるとか好きになっちゃうよとかを暗に示しているわけです。で、相手もえ何がと、何がか分かって言ってきて言わないとか、〇〇くんもズルいよに、こっちが何がか分かっていながらえ何がとか、核心部分には触れないけど、いや触れないからこその美学によるイチャつきみたいな。これは女の子も使ってきたりするので、言われたことある人多いと思うけど、こういうプラスの意味で使われるつるいってなんかいいですよね。つるいですよね。まさにそれです。このように可愛さでも優しさでも何でも、その褒めとなる部分にもう食らっちゃって、それをずるいと間接的抽象的に表現することで、相手もそこを否定謙遜する必要もないし、こっちに刺さっていることが相手にも伝わる、つまり行為の暗示となるので、めちゃくちゃ使えます。それでは6つ目、褒めからの質問。行為の暗示というのを言語化して分解すると、その一要素には興味が含まれます。要は相手に興味関心を示すことで相手も好意を受け取ると。そもそも人の承認欲求の根本にも、自分に興味を持ってほしい、関心を向けられたいというのが強烈にあるため、この興味関心を向けることは褒めとか関係なしに重要なことでもあります。で、この褒めからの質問というのは、例えば美容に結構詳しくて努力で肌を白く保っていた場合、単純にそこを褒めれば、褒めにおいて効果的な部分の一つ、好転的な部分を褒めたことになります。これだけでも十分なわけですが、ここにさらに質問で追い打ちをかけます。どうやってそんなに白く保てるのとか、結構お金かけてるとか。すると褒められて嬉しいのと同時に、自分が努力したことなので、そこに対して質問されると少し得意げに答えちゃうと、気持ちよく話してくれやすくなり、褒めの深掘りもしやすくなるというわけです。しかも褒めだけではなく、私に関心を向けてくれている、興味を持ってくれていると捉えられるため、相手の承認欲求もより満たされやすくなります。さらに肌白いよねだけだと、相手は謙遜しなくてはいけない状態になる場合がありますが、肌白いよね結構お金かけてるんじゃないという質問の形にすれば、論点は結構お金かけてるんじゃないになるため、相手はその質問に答えることが自然な流れとなります。つまり肌白いよねに関しては、否定されることも謙遜させることもなく、当たり前のように受け入れさせることができるというわけです。
このように褒めを指すこともできるし、質問としても相手が答えたくなる、答えやすいものであり、気持ちよく喋ってくれる部分であるわけです。なので例えば、料理うますぎ、飲食でバイトしてたとか、顔小さいよね、お母さん美人でしょとか、〇〇と言うと楽しすぎて時間あっという間すぎるんだけど俺になんかしたとかでも、女の子を喜ばせながら褒めを指しながらという、褒めの技術としても質問の技術としても非常に効果的な手法なので、積極的に使ってください。それでは7つ目、超抽象を褒める。これも感想要素と共通する部分がある褒めです。超抽象的に褒めるというのは、なんかいいよね、そういうとこなんか好き、なんか一緒にいると落ち着く、なんでかわかんないけど話してると元気になる、独特の雰囲気あるよね、など具体とは逆に超抽象的に褒めることです。もし相手が例えば猫好きだったら猫っぽいよね、犬好きだったら犬っぽいなど、相手が好きなものに似ている的な超抽象褒めも効果的です。ではなぜこれがいいかというと、超抽象的に褒められると謎が残るから。すると相手はいろいろ考えてしまったり気になってしまったりする。未完は頭に残るという才がら肉効果という心理現象がありますが、それと同じで超抽象的で具体的な答えがない褒めというのは未完成であるのと同じような状態。つまり相手の頭の中に残りやすくなるし、印象にも強く残ってしまう。しかも超抽象的な褒めだと、相手はそんなことないよと否定したり謙遜したりもしづらい。なぜなら超抽象的だから。そのため相手はすんなり褒めを受け入れることにもなるし、否定したり謙遜したりするエネルギーも使わずに済むので、素直に刺さりやすくなるというわけです。そして感想と共通する部分があると言ったように、完全に個人的、主観的、しかも言語化すらできないレベルで俺はそう感じているというものであるわけです。逆で考えて、女の子からなんか落ち着くと言われたら、分かりやすい言葉でお世辞で言われているというよりも、本当にそう感じているからそう言ってくれてるんだなと感じますよね。そしておのずと好意も相手に伝わる。超抽象で言語化されていないからこそ、理屈じゃなく感情でいい、好きが相手に伝わるというわけです。それでは8つ目、推測褒め。推測褒めとは、褒めを推測の形で投げるということ。例えば友達多そう、家族と仲いいでしょうなど推測を投げる。この裏にあるのは、いい子、性格がいい、人当たりがいい、優しい、家族思いなど褒めのニュアンスが乗っかります。こんな感じで、肌が綺麗とか髪がサラサラとか、そういった好転的な外見の部分を褒める際には、絶対美容にお金かけてるでしょうなどと推測褒めを投げる。ピアノとかやってたと投げて、指綺麗と間接的に褒める。お母さん美人でしょうと投げて、間接的に君も美人だのニュアンスを乗せる。このように推測褒めは間接的に褒めることになるので、相手は否定したり謙遜したりすることなく、すんなり受け入れることにもなるし、褒めに信憑性が生まれます。そのため素直に褒めが刺さってくれるわけです。モテるでしょうなんかも分かりやすくこれですよね。裏には、君に女性として魅力を感じている、だから他の男にもモテるだろうと思っていると裏に好意の暗示が乗っかるわけです。というわけで、これを女性に言えるとマジでモテる、そんなフレーズや褒め言葉、コミュニケーション術を見てきましたが、今回話したものもそうだし、それ以外のことでも普通にさらっとストレートに伝えられるという、どういうかもめちゃくちゃ大事なので、そこも合わせて参考にしてもらえればと思います。そして今どう言うかの話もしましたが、誰に言われるかももちろん大事なので、その部分についてもこれまでの動画だったりこれからの動画でしっかり出していくので、まずは今回の中の一つからでもいいので実践して、女性から好意の獲得をしていってもらえればと思います。また公式 LINE メルマガでは、対女性スキル、会話術、恋愛心理、脳科学、男磨きから黒い技術まで、女性と恋愛関係を築くため、モテる男になるため、恋愛で不自由しなくなるための全てを公開しています。さらに期間限定で、恋愛の本質や女性という生き物、モテるためのロードマップ、実際に僕が恋愛不自由状態から一気に脱した秘密など、 YouTube では話せないレベルの内容を詰め込んだ動画講座、そのうち有料で公開するかもしれないけど、現在 LINE の友達追加した人のみ全て無料で購読できる全100回以上にも及ぶメール講座、恋愛で今すぐ使える心理テクニックの基礎と応用を集めた口説きのレベルを上げる恋愛心理術集、
本質から具体的なテクニックまで詰め込んだ恋愛心理術集セカンド、心をつかみ感情を揺さぶるずるすぎる話術、コールドリーディングの教科書、以前のメルマガ読者の一部にだけ有料販売していた会話の極意、過去に3980円の有料ノートで販売していた悪用現金テクニックの実践マニュアル、心理操作メソッド、希少性担保のため販売終了した過去ノートの購入権利、 LINE の友達限定のスペシャルコンテンツ、これらの合計9つの豪華特典を全て無料で配布しています。ただし期間限定配布なので、今のうちに動画下の概要欄から LINE 登録しておいてください。というわけでここまで見てくださりありがとうございました。今回は褒め寄りの内容でしたが、こっちの動画でも褒めに特化して完全解説をしているので、興味があれば見てもらえればと思います。最後に、参考になったとか、もっと動画出してくれと思ってもらえたら、評価ボタンだけでも押していってもらえたら嬉しいです。そして何より、ここで得たことを使って女の子といい感じになってもらえたら何より嬉しいです。それでは次の動画でまた会いましょう。